はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日は家系ラーメン会ということでですね、今日ね伺うお店さんなんですけれども、以前動画を撮影しておりませんが、ちょっとね私生活で行ってめちゃくちゃうまかったお店に今回ですね動画撮影で伺おうかなと思っております。ですので今回のお店さんは美味しいこと間違いなし鉄板店なんですけれども、本日はね静岡県の家系ラーメン屋さんということで、10時からねオープンということで、オープンのね時間からお邪魔させていただく予定ですが、はい、店到着しました。本日はこちらの貫徹屋さんという家系ラーメン屋さんで美味しいラーメンを食べていこうと思っております。僕も食べたことはあるとは言っても、通常のラーメンを紹介したいところもありますし、好きなようにねカスタマイズをしたいということで、いつも通り2杯ほどですねいただいていこうかなと思いますけれども、もうすぐオープンの時間となりますので、店頭の方でですねもう少々待ちたいと思います。ということでですね、本日のこちら貫徹屋さん店内に入りまして、もうすでに本日のラーメン注文しておりますけれども、やばい、店内めちゃくちゃうまそうな香りします。でやっぱりねこの辺りですと、もう本当に人気の家系ラーメン店さんなので、オープン10時からねめちゃくちゃお客様いらっしゃってる、朝からねこれがねちょっと食べたくなる気持ち僕もわかりますんで、今日はねしっかりとこの美味しいラーメン食べていこうと思います。ということでですね、本日のこちら貫徹屋さん1杯目ラーメン到着してますけれども、めちゃくちゃうまそうないい香り、ちょっと今日もね朝一で腹減ってますんで早速いただきたいと思います。やっぱりこの出来たてのスープからですよ、うまそう、ちょうまい。あー、こういう家系めちゃくちゃ好みだわ。やっぱ改めて家系大好きだな、超うまい、これですよ、うわ。まあ、うん、うまい、すごいな、この骨のうまみといいうまみの強い塩分感たまらん。これですね、今回海苔多めにしてますから海苔食べてくれないと。まあ、もうねここに私生活で撮影抜きでね食べに来たのはもう数年前なんだよね。ずっと来たいなと思ったんですけど、なかなかねこう来る機会を逃してて、やっとこさっとこなんですけど、うますぎる、うん、そしたらせっかくなんでね、このチャーシューいっちゃっていいですか。やっぱ全部うまいな。
あっという間だこれ。ありがとうございます。いただきます。いただきます。うまそう。ということで2杯目到着しました。こちらはね、もうわがままトッピングしております。麺は大盛り、そしてチャーシュー、海苔、ほうれん草と、これらすべてマシタいっぱいとなっておりますので、早速ねいただきます。というかこれやばくない？チャーシュー美しすぎるんですけど。さすがに2杯目はちょっとちょこちょこと客用調味料も使ってってね、いろいろお話ししたいんですけど、気づくとベースがうまくてなくなってるからな、ちょっと気をつけないと。今回は2杯目なんでね、初手から僕の大好きな海苔ほうれん草スープに浸して麺いただきますよ。うまいな。さすがにちょっとこの辺りですね、お店の方には調味料もこういって多数ございますので、こっから2杯目はちょっと味変も楽しみつついただきましょうか。まずはやっぱ鉄板のこのニンニクですかね。海苔の上にねちょっと落として、全部味が変わらないように徐々に楽しみましょう。絶対これもこれでうまいんだけど。うん、すっごいパンチ力。うん、あーうまい。でもやっぱりガツンとしてめちゃくちゃうまいですけど、こっち系のタイプの家系ラーメンにはやっぱね、個人的にはこのごまとちょっとこれだけじゃなくてこの胡椒っすよ。これはね 100% うまいっすよ。うまっ。うん、うん、
そしたら本日もですね、こちら最後は味玉で締めさせていただきます。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちら静岡県でも大人気の家系ラーメン屋さん、美味しいラーメンですね、僕がもうずっと取りに行きたいと願ってやっとね叶った美味しいラーメンいただいてきました。もう難しいこと細かいこと言う必要もないぐらい美味しさは伝わったのかなと思いますけれども、こちらのお店はですね、平日限定にはなりますけれども10時から15時とお昼の間はライスが無料サービスなんかもやっておりますのでですね、ぜひ皆様もこちらのね美味しいラーメンを最高のサービスの中で食べていただければと思います。見てわかる通り、カメラに映っている通りですね、店内の方もとても綺麗なお店さんですので、男性女性問わずですね、慣れてない方でも気兼ねなく食べに来ていただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。